冷やかされたり気を使われたりな日々を過ごし、無事に乗り切った週末。初めて入る。何あれ、クローゼット？いらっしゃいませ。何もない部屋だけど、ゆっくりしてってね。窓。ちょっと配置が悪いんじゃないか？家具の。だいたい机とベッドしか見えなかったけど、ちゃんと部屋してるわ。部屋に入った男の子は、良一くんが初めてだ。緑だと思わんかったな。ピンクピンクしてると思ったよ。ビデオ通話した時に部屋は見せたじゃない？見てないよ、俺。俺が見てないよ。部屋紹介のコーナー。空気感だって、匂いだって。 ダメだ、花粉症で鼻が詰まってる。ちなみに私の部屋に入った一番乗りはいちかちゃんで、その次はゆずちゃんだったけどね。はい、知ってます。掃除しに来たんですよね。前回のあらすじばりに整ってる。ついでにうちに遊びに来たんだっけ。お、そう、ぬいぐるみは。あれだ。どれだ。見せるって言ってたのに、なかなか機会がなかったよね。現物がない。心の目で見るのじゃ。これから新作は作ってないの？クリスマスの後からは作ってないね。お付き合い始めてからは涼一くんのことばかり考えちゃってるから、他のことが手につかなくってなんてね。才能を眠らせておくのは惜しいな。土曜日だけど、ご両親は？もちろん、二人とも出かけてていないよ。あれ？行ってなかったかな？どこに行ったんだ？買い物？大事な情報。お母さんたちがいたら、男の子を部屋に連れてくるなんて大胆なことはできないよ。出たんだよ。出るとこ出るよね。それとこいつは元嘘つき女だからな。本質は人一倍好奇心旺盛だ。せっかく家に来てもらったんだし、みんなの前じゃできないことしてあげようと思って。何？みんなの前でできないこと？私の部屋で二人きりじゃないとできないこと。なんだ、ドキッ。興奮してきた。主語がないとはいえ。準備。覗いたりしちゃダメだよ。覗く。何？鶴の恩返し。覗かんとダメだな。ポツンと俺一人。お前のご主人、お前作ったやつか。アルパカ。高鳴る鼓動、脳内寸劇。結構長そうだな。お待たせ。慌てておいた。おかえり。
待たせたの、わらわの眷属よ。それの続きすんの、ちょっときついよ。なんとか性知識だよ。知識じゃねえな、恥ずかしいやつ。それは何ですか。あれ、喜んでもらえると思ったんだけど。りょういちくん、引いちゃった。いや、思ってたのと違うんだけど。結構ノリノリっすね。うんうん、嬉しいよ。りょういちくんと仲良くなれた大事な服だからね。思い出の一品。距離を詰める。エイジ、もう一度りょういちくんの前でお披露目したいってずっと思ってたの。じゃ、胸元ビロビロのやつ見してや。切れるはずもない。何度見返したかわからない。やっぱり生の存在感は圧倒的だ。え、続けんのそれ。苦しゅうないぞ。演劇部ですか、練習中ですか。良一よ、お主はわらわの忠実なる眷属であったな。普通に返すの。眷属って何ですか。とぼけるでないぞ。あのハロウィンの宴の最中、お主はわらわに首を捧げただろう。みんなの前で大胆なことをしちゃったよね。恥ずかしさを植え付ける、あの一件。今の関係？忘れたというのなら思い出させてやろう。覚えているのならばより鮮明に記憶を上書きしてやろう。おお、良一よ、わらわに首を捧げよ。歯を突き立てた。わかった、こういう甘がみがあるから白島愛理は歯があったんか、絵に。なるほどね。他のやつら歯がないんだもん、だから歯があるんか。なるほど、やっと把握できた。ちょ、吸いすぎじゃ、うっ血しまうよ。首はやばいって、死んじまう。どうした、ふぬけになってしまったか。体が崩れそうになっておるぞ。もう押し倒してくれ。全身の血を吸い尽くされても構わない。こんなにくっきりキスマークつけちゃった。どこ。これでお主はわらわの従順なる下僕ということよな。やべえな、もう T シャツ着れねえな。今でもドキドキするよ。もう眷属っぽいことしろよ。みんなの前でこんなに大胆なことしちゃったんだよね。今更だけど思い返すとドキドキしちゃう。あんなことがあったからみんな私たちが付き合い始めてもあんまり驚かなかったのかもね。あ、そう。どうしてこの服を着てくれたの。良一くんがもう一度見たいかなと思って。良一くんに送ったことのある私の画像ってこのコスプレ画像だけだし。確かに。試着した時のって胸元がちょっとセクシーだったからこれかなーって。図星だったのかな。何。下のマントが、テントが。あの画像を私のスマホに送って。
なんで？あの後、恥ずかしくなって消しちゃったんだけど、やっぱり残しておくべきかなって思ったの。隠しフォルダにあるんで。他の誰にも見せないけど、あれも涼一くんと私の思い出の一つだから、共有しておきたいと思って。持ってても怒ったりしないから、ね？誘導されてるんか、もしかして。眷属の俺は主の思うがままに。ああ、本当に大事に取ってある。鍵までかけてある。私あの時ちゃんと消してって言ったのに。もう涼一くんってばエッチだ。他にもいっぱいエッチな画像保存してるのかな。彼氏がどんなエッチなことに興味あるのか、彼女としてちょっと興味あるけど。保存すんのか、そもそも。隠すだろ。涼一くんが私の彼氏じゃなかったら怒ってるところかもね。いや、バレねえから、言わなかったら。涼一くんの妄想叶えてあげちゃおうかな。どんな恥ずかしいことを妄想の私にさせてたの。私にどんな風にされたかったのかな。本当に眷属になってる。涼一くん、こんな風にされたかったの。なに、まさか踏まれてる、足踏み。見下ろす俺、俺じゃないわ、愛に。こんな現場両親に見られたら塩をまかれて追い出されるに間違いない。二人だけの秘め事だ。何事も経験だからね。おい、目覚める。ちょっと言っぽく言ってるけど、涼一くんって M なのかな。どう考えてもM だよね。でもこうしてほしいって言うなら仕方ないね。加減がよくわからないから、痛くしちゃったらごめんね。てかどこ踏むの？ねえ、潰れないレベル、どこ？ドがついちゃうくらい M だよね。どこのドじゃない。わかった、私もちゃんと女王様っぽくするね。スイッチがあるね。やる気スイッチ、君のはどこにあるんだろう。見つけてあげるよ、君だけのやる気スイッチ。ちょっと踏まれてるとこ見して。いたこのごとく吸血鬼の女王のその体に下ろしたみたいに。ご来傷のない下僕よな。踏んでないよ。ねえ、顔だけしかわかんないよ。おお、おお。ミイラだけかい。踏まれろ早く。おとなしく横たわってるがよい。わらわが直々に褒美を授けるか。これもしかしてプレイヤーを寸止めさせてるんか。なんというド S。様子をかかっている。早く早く踏んでくれよ。足を添えられているだけで、舐めろ。嫌だったら逃げても良いのだぞ。嫌なはずがないじゃないではないですか。早く踏んでくれ。どれ、
ならばこのまま足でいじり倒してくれようか。え、いじってんの今。ズボンの上から俺をなぞる。ああ、くすぐったい。あいりさまであろう。もっと強く踏んでください。じらしておるからの。ほれほれ、衣服の上からでも意地汚く震えているのがわかるぞ。そんな、あ、わらわが雑に足でいじってるだけだというのに気持ちよくなってしまうのか。男とは何とも下劣な生き物よの。お主にはプライドというものがないのか。ありません、女王様。うん、涼一くんって思ってたより変態っぽい。足が。何も言うてないぞ。ふむ、よかろう。おとなしくしていろ。指一本動かすことは許さぬ。早く獅子を縛ってくれ。そっから踏んでくれ。楽しみ続けてくれ。俺のためにコーヒーのたまらんから。ああ、終わっちゃった。お互いの吐息どこまでやったんだよ。現場か？ AV の現場か？結構流れてくるからな。ピーポーピーポー。指パッチン。体を起こす。恥ずかしさがこみ上げてきた。じゃあお金払って出てくんで、またね、また来ますんで。じゃあ。え？ああ、そのお見苦しいものを。何、お見苦しいって。私着替えてくるね。靴下。涼一くんもシャワー浴びたいよね。え、何、ローションでも使ってたの？やばいやばい。早く帰らねば。車で30分くらいじゃないかな。あ、どうしよう。30分結構余裕。涼一くん、挨拶する？ちょっと、まだちょっと早いかな。何回も踏まれたいし。エクレアが食べたくなっちゃった。コンビニで買ってきてほしいな。コンビニて。証拠隠滅を図る。何、匂い消し。なんで換気すんの。どんだけ癖んだよ涼一。背中もよし。癖っていうか、どんなプレイしてたんだよ。大丈夫、どこも汚れてないよ。いつものかっこいい涼一くん。衣服に乱れがないこと。また連絡するから。次は慌ただしくなっちゃってごめんね。ね、2万でよろしく。またね。なんかほんとそういうプレイしてるみたい。白い乗用車。どんだけバレたくねえんだよ。いいじゃねえかよ。時になった一日だった。このテーマなんだよ。専用 BGM が面白い。
あと1ヶ月を切っている。私にとって、え？なに、こっから白島支店なの？同級生の時なんかこういうの多いね。こういうのがあるね。多いというか。先輩、後輩はなかったのにな。味気ないと思って検索したら出てくる出てくる。ちょい足しギフト。何？ちょい足しギフトって。Amazon カードを添えるの。ちょい足しギフト。1500円ぐらいか。研究しとんね。友人のお菓子作りレベルがあまりにも高すぎる。ね、どういう作戦立てるんだ？絶対に勝てるはずがない。そう、気持ちで勝たないとダメだから。いや、多分シードだよ。シード。全身にリボン巻きつけて。私がプレゼント。嬉しあかべ。やりそう、でも。誰に巻いてもらうの？ラップのやつは見たことあるよ。ラップはリボンじゃなくて、ラップを何重にも巻いてなんかするやつ。あの乳首が透けないやつ。お菓子以外に用品店作ってあげるんか。まさか。相手は洋裁屋の息子だぞ。それこそ勝てるんか。まあ、勝てる、勝ち負けじゃないか。お、作るんだ。来店目的も見通し。バレンタイン前のこの時期は手編み用の毛糸が飛ぶように売れるのよね。そう、王道だと思えばいいじゃん。安直じゃなくて、誰しもが通る道よ。1年目なんてそうじゃないか。一玉500円。聞けばいいじゃん。アイリちゃん、何を作るつもりなのかな。できればセーターですかね。セーター。か、あの子新しいセーター欲しがってたからちょうどいいかも。でもアイリちゃん、編み物したことある？前にいただいたのと、その後に買った編みぐるみくらいですね。ああ、そっかそっか。編みぐるみは見事な腕前だったわ。ハロウィンの時には服も作ってたわよね。それならセーターも編めるかな。すごいな。力量。ちょっとギリギリかもだけど。そんなに大変ですか。セーターを編むとなると、何玉くらい必要でしょうか。メンズのセーターだと20玉は欲しいかな。マジ20玉。チェーマンじゃん。ケイトって100均にもあるけど、安
薄い毛糸って痒くなったり肌触り悪いし重いだよね。何その揺さぶり。飾ってあるよ多分。うん、切れないやって。かかってる赤いマフラー、それと同じ糸で編んだやつだから触ってみて。ふわふわの赤いマフラー。ふわふわ、それに軽い。それだけの理由がある。いい糸で編まれたセーターはもっとお高いわよ。でも手間賃を考えたら買った方が安いかも。でもこの時期は毛糸も飛ぶように売れるの。毛糸を買う人がいて、手編みをプレゼントする人がいる。そこにはちゃんと意味があるのよね。そうですよね。でも優しいつむぎさんは鬼ではありません。もうじき節分だし豆は投げないでね。ただってわけにはいかないけど、おまけしてあげよっか。他ならぬ愛理ちゃんだし仕入れ値でいいよ。仕入れ電話いくら？この辺わかんねえな。200円ぐらい。ちゃんとお金を払います。払わせてください。いいの？遠慮しなくていいのに。遠慮とかじゃないんです。ちゃんと正規の対価を払って買ったプレゼントじゃないとプレゼントの価値まで下がっちゃうような感じがしませんか？後腐れもしちゃうしな。この人に負けてもらったんかっていうね。俺だったらその感覚が残るわ。だからあんまり負けてほしくないプレゼントはね。いい心がけね。愛理ちゃんはいいご両親に育てられたんだね。でもお高いでしょ。せっかくもらったお小遣いやお年玉なくなっちゃわない？はい、いいじゃん。一枚よ、一枚。一枚ポン。褒めて頑固なのだ。それじゃ、つむぎさんの大提案。愛理ちゃん、うちでアルバイトしない？うちの息子でもできる簡単な店番。アットホームな職場です。アルバイトですか？明日からアルバイト雇ったからね。白島愛理ちゃんっていう可愛い子なんだけど。バイトの先輩は可愛い後輩に手取り足取り指導してあげるように。何マンツーマンなの？いらんなら一人だ。店番は一人だけで十分。アルバイトを始めた。3日もいるんだ。こちら3点で2780円になります。はい、3000円からお預かりします。ありがとうございました。お気をつけてお帰りください。なんかエプロンかなんかつけてよ。私服でやめてよ。全然。制服は？初めてのアルバイトよ。神対応だよね。そうかな。初めてのアルバイトだし、良一くんのお店だから張り切ってるっていうのもあるけど、下調べしてきたな。親切にしてくれた店員さんの真似をしたり、自分がされて嬉しいことをしようって思ってるだけよ。あ、経験が生きとる。店員さんに横柄な態度を取られて嫌な気分になったことってあるでしょ？あるある。あんまりないように気をつけてるな。どう？良一くんの目から見て嫌味じゃないかな？よほど偏屈じゃないやつじゃないとそんな思わねえよ、嫌味とか。そんな、もっといろいろ教えてくださいよ先輩。破壊力。女の子の方が安心。花がある。嫌味な客だな。
どうしてうちでバイト？ん？ちょっと入り用だったから。そのタイミングで紬さんに誘われたから渡りに船だと思ってオーケーしちゃった。もっといいところってどこ？ここよりいい職場なんてなかなかないよ。確かに店長さんはとてもいい人だし、先輩もすっごく優しいし、お客さんも上品な女性ばかりで安心だしね。商店街のやつだからね、固定客しかいないよ。バイト仲間に口説かれる。お前だろバイト仲間は。ちょっとね、バイト張り切れすぎちゃってるからかね。初日からあくびすんなよ。こっそりスマホいじってるくらいがちょうどいい。正解。もうサボってるところ紬さんに見つかったら怒られちゃうよ。しばらく帰ってこな。アイリちゃん、美味しいケーキ買ってきたから、店番はサボリマに任せて一緒に食べよっか。サボリマゲーじゃないっての。母は全部お見通し。それじゃあアイリちゃんとガールズトークしてるから店番お願いね。他のガールは、他のガールはどこに？とてもガール。トゥ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 ルトゥトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥ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 。スマホいじってちゃダメだぞ、夕飯抜きにしちゃうぞ。以上、紬さんからの伝言をお届けしました。またサボってるやつがいるよ。スマホ触んな。早3週間。早い。土日は昼から夕方までがっつりと。へぇ。ガールストーク、カッコわら。カッコ閉じを、トークしている。気づかないふりをしてあげる優しさかもしれない。ありがとうございました。あ、制服。結構来るんだな。客。何？めまい。倒れそうになった。おっと、危ない。腕を添えて、お、男。ありがとう。ナイスキャッチ。目を配っていたんだよ。最近ちょっとお疲れなんじゃない？当たり前だろ。嬉しい。涼一くんの愛を感じちゃうな。ちょっと休んでていいよ。でもそれじゃアルバイトなのに。きつい先輩がいるな。ハロウィの反省をちゃんと踏まえないとダメじゃないか。あの時のことを持ち出されちゃうと弱いな。店番は任せておいて。匂いが染み付いてるベッドで申し訳ないけど。ううん、涼一くんの匂いならむしろご褒美。一眠りしたらきっと体力全開。トゥルルルルッテッテ。それじゃあお言葉に甘えちゃおうかな。甘えてくれ先輩。休憩いただきます。じゃあタイムカード売っとくから。見られちゃまずいもの。お前の部屋さ、ハサミ出しっぱなしなんだよ。しまえよ。
睡眠不足。何時間寝てんの毎日。5時間なら大丈夫だぞ。現に俺も5時間だ。セーターはすごいな。マフラーか手袋にしときゃいいのに。同じ鉄を踏もうとしている。まあ、手伝ってもらってたらな。意味ないしな。そうだ、頑張れ。りょういちくん、ごめんね。がっつり寝たんだな。3時間ぐらい寝てそう。うん、おかげさまで。短時間だけど、ぐっすり寝かせてもらったから。短時間。禁欲。ちゃんとストレス解消しないとダメだね。どういう意味だ。睡眠は時間より質だよねって。これなら今晩も頑張れそう。確かに最近チュッチュしてねえな、お前ら。今晩も。あ、うん、ちょっとね。バイトはいつまで続けるつもり？夜な夜な忙しんでること。弱みでも握られてんなら言っとくけど。弱みなんてそんな、つむぎさんには感謝しかないよ。感謝させてくれ。そう、健康が一番。ありがとう。愛されてるね、私。ほら、チュッチュしとけ。ストレス解消だろ。うん、心配かけないように白状すると。お察しの通り、良一くん絡みなんだ。でも、そんな嬉しいこと言われちゃったら、やっぱり良一くんのために頑張らなきゃね。火がついた。そうだよ。私は焚きつけられたら燃え上がっちゃうタイプなの。あ、だから霊園で言ってましたね。もうちょっと、もう一踏ん張りだけさせて。自分の限界は分かってるつもりだから、ね。両一にできることはありません。あるわ。だからチュッチュしろって。うちも仲が悪いわけじゃないけど、つむぎさんみたいなお母さんがいる両一くんが羨ましいな。ないものねだるな。隣の花は赤い、芝は青い。やがて関係が当たり前になったものとしても、新鮮なまま驚きを与えられ続ける関係でありたい。もう、愛理ちゃんは嬉しいこと言ってくれちゃうな。社長権限で給料査定アップ。つむぎさん、いつ戻ってきたんですか。ちょろいな。つい今さっき、社員さんたちがサボってないか抜き足差し足でこっそり確認しようと思って。でも真面目にやっていたみたいね。結構結構。切り抜きで見るな、動画を。ちゃんと全部見ろ。